セブンナイツはネットマーブルジャパンより配信されている iOS、Android 用ゲームアプリ。基本プレイ無料でアイテム課金が存在する。2016年2月5日にリリースされた。2020年11月5日には Nintendo Switch 1がセブンナイツ時空の旅人のタイトルで発売された。二千十四年四月に韓国でリリースされたものを日本版として 回収を加え、リリースしたものが本作となる。韓国版、日本版の他に、グローバル版も存在する。2021年には、本作の機能を拡張した新作 RPG、セブンナイツレボリューションのリリースが発表されている。ファンタジー世界を舞台とした、3DCG リアルタイムターン制、バトルゲーム。戦闘中は、時間がリアルタイムに流れており、 ターン制でスキルを発動することができる。メインストーリーとなる、冒険、PVP コンテンツ、アリーナ、協力コンテンツ、レードバトル、スコアを競う、ボス戦、深淵の塔などが用意されている。ギルドシステムが実装されており、ギルド戦、工場戦などが存在する。アリーナやギルド戦などのコンテンツはシーズンごとに区切りを設けられ、スコアに応じて、 報酬を獲得することができる。強大な力を持ち、アスド大陸の七つの領地をそれぞれ支配、守護する。全員が破壊の欠片をその身に宿している。2021年4月から6月まで、東京 MX 他にて、セブンナイツレボリューション英雄の継承者マイナスのタイトルで放送された。セブンナイツレボリューションの IP を活用した作品であり、原作から、 はるか未来の時代を舞台に、新世代のキャラクターたちによる、オリジナルストーリーが描かれる。グランシード学園英雄その他の重要人物、ピュシスセブンナイツ時空の旅人に関する、カテゴリー、セブンナイツレボリューション英雄の継承者マイナスに、関するカテゴリー、ありがとうございます。